はい、二代目エディットの柿崎の能力値です。コメントは世界で完全で止まっちゃったけど、そこそこ強いね。ちなみにこっちは、初代エディットの森崎のポイントと能力値ね。もう30後半の衰えまくってた頃のポイントだから、189とめっちゃ低いよ。てかグラフも柿崎と大して変わんねえ。息子イベント、あんまり意味ないのかな。と思ったので、ピークの柿崎と、あと数年で加入する3代目エディットエギータの、能力値を比較してみることにしました。まあエギータが加入してからになるけどね。そんでこれが日本屈指のゴールキーパー、川内の能力値ね。うん、まあ、そりゃ強いよね。日本代表でもトップクラスのキーパーだったもんね。というわけで、ちょっと川内と柿崎の、能力値を比較してみるね。キーパースキルがこんな感じ。コーチコメントを参考に、8段階まであるよ。一番上が8ってことだね。てか柿崎、セービングだけは川内よりも上なんだよね。まあフィードが下手くそみたいだけどね。でこっちがフィジカルね。川内がまんべんなく高いのに対して、柿崎はちょっと貧弱だね。でも瞬発力だけはマックスなのよね。マジで尖ってるな柿崎。とまあ、まだまだ色々足りないエディットの能力値。今はポイントが386だけど、台を重ねていけば、500以上とか出るのかな。まあ気長に検証してみます。それではご視聴ありがとうございました。じゃあの。